チャックさんと釣りに来ると晴天です。ゴルフ日和です。あ、ゴルフ行く。またちなみに音ついてきてんけどよかったよ。45、41やったから自慢してる場合じゃないよね。調子ええんですよ。登場庫で浮きながらそんな言うてる場合じゃないね、ゴルフなんて。はい、やってきました、登場庫です。1年ぶりですね、はい。前回はね、プリスポーンのビッグモンを一発言わしましたけど、まあ今回も、ちょっと、去年来た時よりはちょっとだけ遅い感じに来たんですけども、で季節もだいぶ進行してて、もう桜満開ですからね。で過去お見ての通りもうなんか全然このビッグモンで会った時の登場後編は上も下もフル防寒やったからね。エバーグリーン の一番分厚い防寒着て釣りしてたぐらいからね。で寒かったからプリスポーンがまあたまたまこううまいことこう上がってきてる感じだったから、今日は、何が釣れるのか、何が魚バスですけどね、何がちょっとおもろいでしょ今日朝からプリスポーンが釣れるのかってことよ冬の魚釣れるのか分かりませんけど、さあ何が釣れるのか。いや、釣れます。いや言うてん、今日ね、一個ね、武器持ってきてん。分からん、見て、カットちゃうよ、カットちゃんやでこれね、商品名やからね抜群の切れ味、ピーをシュッてやったらパッて切れるらしいよ、これカットちゃんべっていうやつですか。うわぁ3万ってなってますね。これ3万円さん、ほらい、ほんとや、だって、ここハサミの方入ってあるもん。ほんまや、ピーでもスパーンと切れるらしいよ、これ。で、これもだから、一緒に結束のところにギュッて引っ張るとき、僕の、あれまだ見てくださいね一個だけバズってるやつ無手の結び方ピー、あれ、最後こう、ちょっとこう舐めてくださいねって言ってたやつ、私ちょっとこう、3つ締め出すようにしてくださいねって言ってな。でもこれ、ラインコートって昔からまあ、あることはあってんけど、そこにチュッチュッてかけてキューって引っ張る感じで、こういうスプレー式になってる。シュッてここで吹きかけたら摩擦がなくスーッて引っ張れるからね。こうのって釣れますよ。まずは何に投げてるんですか。これヘイトフッターですね。ヘイトフッター、ワイルドハンチの。さあ、どこにおるんやろね。前に比べたらなんかちょっとだけ水に色ついてますよね。ほんの少しだけ。あ、当たった。お、魚ですか。いや、わかんないです。違うんかな。カーンとなったけど今。うわ、すごい石やって石やし全然石やし。これとこは使えた色、ちょっとずつこれとこはほんだね。なんかまだ薄いよね、色が。スポーンなんかな、いろんな要素が入ってる色ってダメですか。11度ぐらいあるらしいです。たったの？最高が15度ぐらいである。昼間になったら？はい。ほら全然まだ冬やね。プリスポーン。その情報は大事ですね。そんだけしかないんや、まだ。昼くらいな、バス上がってくんの。ジージーやってみます、ジージー。お、ジーターですか。普通に巻いてないですね口を固く閉ざして何も言わないへ釣りはね、見て覚えるもんですわ
めっちゃ濁ってますね。ねえ、上がっといてやな、バスな。もう食うやつ。人間と桜だけ春で、バス春じゃないね、これ。なんか陸上だけあったかいだけで、ちょっとしかおらんもん。やっぱ浅いとこに上がってきてんの。どこ行ってもね、基本日本どんぶかが多いじゃないですか、こういうとこね。霞とかはまた別やけど、霞とかの逆に連れてるみたいやけどね。あったかい日が続いたら一気に全部があったかくなるから、そう、何匹かはおるけどね、春の魚も当然。それから全体的に多分また冬っぽいんやで。ホームラザルが出てきてきますわ。ほんまに釣れませんね。ビビるわ。まずジャックハーマー優勝しとったね。はいです。もう優勝しまくり。だってこの前の試合なんかトップ10中9人ジャックハーマーやで。一人だけスルースプレーでおったかな。やばない？すごい。やばすぎるでしょ。そんなアメリカの一番上のクラスのやつやで。言っときますけど、トップカテゴリーで10人中9人ジャックハーマーって、そんなんもう多分今までなかったと思うよ。そんなるわ。すごいな。そもそも真面目にやらなあかんわね。そもそも。え？そもそもね。はい。すっげえ強そうやけど。川一枚。
来たー来たよさすがコンフィデンスマンですねジャックハンマーのすごいちょっと真面目にやりますわ色変えて速攻来たねこのオスおるってことは55ぐらいのメスおるよすごいジャックハンマーアンドフラットピンテールやっぱ春はねジャックハンマーですよまあアメリカのトーナメント席巻しまくってるからね1枚かなと思ってちゃんとまで食えてるだー最高春の登場校アンドジャックハンマーすごいすごいなのは浅いとこですか。いやいやあの岩盤とこちょっと奥にあるでしょあれ左の岩盤、はいはい、あそこあそこあそこあの前さすがジャックハンマー助けてくれましたわさっきまで適当にしか投げてへんかったのにやっぱりちゃんと色変えてトレーラー変えてせなあきませんね水の色見たら普通にグリパンだけ投げてたらあかんわ白っぽい色にちゃんとこうベリーにチャートを刺してるやつやからね僕の好きな色日本ででトレーラーもグリパン使っとってんけどシルバーラメに変えて一撃でしたね真面目にやらなあかんちゅうことですわ何でもすっげえもうまたさおまかりそうやわロボス上がってきてるってことやね今上がってこれてるんやほんなら初めてオス取ったわ今年ずっとメスやったのに、うん、全部だから多分数は少ないんですよずっと言ってたように言うてるようにこんだけ今上のぐらいまでなってちょうど今15度って言ったでしょ今水温が朝から15度とかってもうバンバンこう上がってくるけどねやっぱアメリカでもよく言うねんけどあの夜寒いとなかなかこう大量にバスが上がってこないよねあ夜もあったかかったら結構ガッと一気に上がってきたりとかするけどその満月とかで王将とかあ今の気温底に当たってるわけないっていう水深引っ張ってるからね急走引っ張ってるから、まあ、岸向かって、まあ、中に何回に渡るかも分からへんけど基本こうやって巻いて2分の1のすぐらいだったらこう深いからね 4m とかさっきのも 3m ぐらいだったけど普通にこうやって巻いたらそこ絶対切ってるからで言うてるように今15度なんは表層が15度なだけで下は冷たいからちょっとこうどうしても絶対魚はね前も言ったけどサーモクライン上のサスペンド気味にバスはおるから、うんだからジャックビットも効くしペースとかねであとはディープクランクでも底与えて釣るのもそうやねんけど結構こうだけど朝ずっと8フット投げてたでしょあれはもうやっぱりこう底も当たんねんけども切ってるところで浮いてるやつを釣ろうと思ってたからねだから朝逆にディープクランクの方が良かったんかなって感じ今やったら8フッターとかでももしかしたらもう一段深いだから要はメスクリスポーンのバスが釣れるかもわからんけどねちょっとわかんないこれでも来るけどね朝でも乗ったらハゼる2つ目かわいいけどこれ本来の、まあ、登場庫のアベレージサイズぐらいになったけどねあでも卵持ってるけど全然まだ上がってきてるって感じやねあすごい黒いやつやったらもう結構シャローにおったやつやけどこういうふうに白いやつはうわ上がってきてるやつやね今ジャックハンマージャックハンマーコンフィデンスマンやから今あれパーンって抜いたらあの外れてるからねだからグラスの力を使ってギュッて曲げてゆっくりこう
リフトする感じで持ち上げたら、ジャンプする前やったらバレへん。でもこれドーンってなった時にはやっぱパッて外れたでしょ。 はい、あれが硬い竿とか針があったらもうその抜く時にパパってなったらもうペンって外れんねんけど、グラサンはギューってこうなるから、これリフトした時にグーってなってゆっくりこうポッて上げてきたら外れない。ランディングのテクニックやと思うけどね。あとは竿の特徴を理解してるからっていうのもあるけどね。僕アンタースビルとかで、あのクラシックとかでプリスポーンの時やった時、プロの大きいの釣れてもいいねんけど、ああいう白いのが釣れ出すと、あ、どんどんここに魚上がってくるって言って場所とかも選べるか、刺してきてるっていうのが分かるから、バスの色を見とったら今上がってきてるんやなっていうのが分かるからさ、深いところから。プラスチックの時は黒が釣れてたやん、1日目とかは。でやっとで2日目とか3日目になると白いのが釣れ出して、その時もうバッコバコ釣れ出すね、やっぱり。ほんでっかかったりしてね、それがやっとディープから上がってきたわ自分のエリアにって言って、全然釣れなかったよそのエリアがあって。でも一夜にしてそういう風になったんやもん。黒っぽいあの五木のバスの個体から白っぽいやつがガンガン刺してきて、いい魚ばっかり。ああいうのが釣れ出すとどんどんこう深いところから上がってきてるんやなっていうのが分かるからね。で今回だってこれあの魚探はついてるけど、水温センサーはついてなくて、ボート屋さんに多分今これぐらいですよって聞いただけやからね。で魚を釣るとやっぱ、ああほんまにそうなんやと思って、昼から水温上がってきてこう上がってきだしてるんやっていうのが分かるからね。うーわどうします、あと2つぐらい釣れるんちゃいます。なんかもうコンフィデンスマンやもん今。真面目な話、コンフィデンスマン JH やで。JH ジャックハンマー。考えてくださいよ、そういうこと。コンフィデンスマン JH やで。うわ色っていかついね。でもこれやったよ、グリパンにホワイトでグリパンゴールド使っとってんけど、だパッと見こう全体的に見るとやっぱグリパンなのよね。で水がやっぱり登場後にしたら濁ってる方やからね。本来もうめっちゃクリアが 4m が普通に見えるとこやからね。ここはシャッドなんじゃなかろうかと思って、シャッドっぽいで、ちょっとチャートジュースをベリーに刺してあるやつ、ここ僕のほんま大好きなやつ、アメリカ人も好きやけど僕の大好きなカラーやから、これにしたら連発。可愛いけど上がってきてるでしょ、白いもバスが。3個目すごい、ジャックハンマーハマってんな、完全にこれハマってるって言うんですよ。超気持ちいいよ、グーンってなるから。はい、ということで春のプチジャックハンマー祭りでした。やっぱりこの時期ね、キクルワやったなと。去年来た時よりも全然水がちょっと濁ってたんで、ちょっと魚が昼から上がってきてくれたって感じでしたね。水気もあったかかったし、で前回はやっぱり水温もさ多分冷たかったから、まあディープやったんかなと。でディープクランクで釣れたけど、同じ時に来てもやっぱ変わるんで、ぜひみんなもその辺を注意しながら、楽しんでください。ちょっとしたことをやったね、今回も。今回ほんとちょっとしたこと、朝も別にジャックハンマー巻いてるからね、ほんとにちょっとしたこと。今回たまたまそのカラーを変えたんで、あとはまあ昼から刺してきたっていうのもあるけどね、バスが。
けどやっぱ食いっぷりが良かったからね。ぜひ皆さんもこの動画を参考に、してください。バイバイ。帰ろう。